オンズスターティングメンバーの発表です。1番レフト金子裕二、背番号7。2番ショート源田壮亮、背番号6。3番ファースト平沼翔太、背番号31。4番セカンド外崎修太、背番号5。5番ライト若林学斗、背番号35。6番指名打者村田レオン、背番号99。7番サード佐藤流星、背番号10。8番キャッチャー炭谷銀次郎、背番号27。9番センター蛭間拓也、背番号9。先発ピッチャー竹内夏樹、背番号21。そして監督松井和夫、背番号77。ただいまよりテレビアニメ忘却バッテリーパシフィックリーグ6球団コラボセレモニアルピッチを行います。本日セレモニアルピッチを行うのは、先ほどスターティングメンバー発表を行った声優の梶裕貴さんです。改めてよろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは、声優の梶裕貴と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは準備は OK でしょうか。それではよろしくお願いします。ナイスピッチ、チャレンジ成功です。梶さん、ありがとうございました。素晴らしいピッチ。いや、ようやくストライクゾーンに球が行ってくれてほっとしてます。ちょっとね、ありがたいことにセレモニアルピッチをやらせていただく機会が結構多かったんですけども、最近ちょっとあらぬ方向に飛んでいってたので、今回はね、事前にちょっとだけ投球練習もさせていただけたのもあって、見事に、ストライクということで良かったです。なんかトークのノリでダメだったらどうしますかで土下座しますとか言ってしまったんで、より自分の首を絞めたことになるんですけども、無事に、届いて、そして見事に投げられて良かったです。もちろんやっぱり埼玉っていうところですごいご縁を感じていました。私、妻も埼玉県出身で、それこそこの近辺に当時住んでいた家があるということなので、なんというか
家族ぐるみで、とても縁を感じているわけですけれども、僕自身も小さい頃、まだドームになる前ですね、観戦に来た思い出がありますし、今から12年ぐらい前に、お仕事でもこのドームに遊びに来ていたので、今回ようやく自分が野球声優としてね、野球作品で、遊びに来ることができてとても嬉しかったです。私自身も埼玉出身というところで、ぜひね、埼玉西武ライオンズ選手の皆さん、そしてファンの皆さん、熱く応援して、そして活躍して、大盛り上がり、そんなチームになっていっていただきたいなと思っております。忘却バッテリーもとても熱くて笑える素敵な作品ですので、試合を見つつ、お家帰ったらアニメ見つつ、一緒にね、作品とそしてライオンズ一緒に勝利の道に進んでいってくれたら嬉しいなと思っております。頑張ってください。